はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7やっていきましょう。ちょっと中間ポイントから始めたところだけど、もたもたしてると追いつかれる可能性があるんで、早口ですけども、そっか、これで一回止めればいいのか。まあ一応今マーガレットから、逃げてるところで、まあ、どこかに隠れなきゃといったところで、隠れなかったのでやられてしまいましたというところですね。場所的にはここからですね、まあ、大丈夫かな、ここは大丈夫なのかな、めっちゃ暗いなこれ開けたところだったよね、確か出てきたの。これ開けて、で、一応もう地図を細かく見ていこう。で、左側の白い扉からマーガレットが出てきて、こっちの扉には入れないんだよね。っていうことは、ここか。ここにもう一回逃げ込めばいいんだな。多分来るよね。いい加減にしたらどうだい。これ以上あ、来た。だからそれで、あれ、ここ行けねえし。隠れなきゃ。あ、ここに隠れるってことね。どうして私を困らせようと。なんで閉まってんのさっき開いてたのに。一体何が気に入らないって言うんだ。これでいいかな。招き入れてやって、食事まで与えて。これ大丈夫。やばくね、やばくね。え、ちょ、もしこっち今さ、目あったよね確実に目があったよね。ちょっと顔出そう。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。ああ、これでこっちに行ったってことは、こっちに行けってことか。よし、このまま脱出しよう。 OK。 で、ここは、この家では、ね、あんたには想像もつかないようなことが。ちょっと待って。あんたは何も来てる。それともただ興味がないだけか。ここやばくね、なんか見つかりそうなんだけど。こっち真っ暗だな。これどこまで後ろ行けんの。ちょ、こっちの方とか。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。イーさんってやつに何をさせる気かしら。ゴミ箱の後ろとか。あ、やべ、見つかる。これ完全に見えるよね、ここ。行った？ん？なんかやってる？おお、やべ。絶対見えるでしょ。うわ、来た、やばい。これさ、頭出てるよね、多分これゴミ箱の中から。あ、そこから動くんじゃないよ、このアバズレが。あれ、見つかった。あ、見つかった。きゃさっさと自分の部屋に戻るんだよやっぱ頭出てたかまあリスタートして、そうするとどっからだ。ものすごい勢いで駆け寄ってくるね。物陰で身を隠せばマーガレットの追跡から逃れられるかもしれない。クイックターンとかはあんま使ってないね。あ、で、ここに入ってきて、ここの中はだって別にないでしょ。こっち側とかね。じゃあ、あ、こっち側。あ、ここだ。ここいいかもしれない。ここがもう最高の隠れ場だ。もうここがダメだったら無理。なんか覗く。何してんのあいつ。あ、一応探してんだね。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。イーさんってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。あ、これ今何、現在進行形の話。E さんが来てるって言ってたもんね。多分くるって戻ってくるよね、あいつ。うん？みたいな。来ないで、お願いだからこっちに来ないで。くな、やばい。ちょっと隠れよう。来た。やばい。
やばい、これ もっと後ろないよね。だっていけないもん、ここから後ろは。あ、やばいやばい。え、大丈夫？あ、戻ってた。あれ、なんか今あったね。これなんだろう、ちょっと調べてる余裕はないから。あいつが帰ったら、あれ、いなくなった。あれ、どこ行った？いきなりドバーとか。え、まだいる？あ、いる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 。危ね危ね危ね。あ、これで帰っていったな。明かりが。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。怖い怖い怖い。早くどっか行けよ、マジで。いるね。やっぱりね、戦えない恐怖っていう方が怖い。心から歓迎したのに。本当かよ。そのお返しがこれかい。これ何？あ、何これ？え？何これ？なんかよくわかんない。あー、なんかガスバーナーみたいなあれだね。取れないか。じゃあちょっと行っていいかな。あっち側ゴミ箱、多分こっから頭が出てたんだね。見たかったな、その姿。あ、頭出てるみたいな。ん？で、どうすればいいんだ？あ、こっち側がなんか、ん？ちょっと待って。今物音したよ。大丈夫？これなんか怪しいよね。え？これ何これ。あ、なんかこれに合わせるのか。なんか黒い影と白い影を多分合わせるんだな。難しいんだけど。これダメなの？これ合ってるよね？え、違う？微妙に合わない。この角度が難しい。これも ほぼ正解だと思うんだけど。いいじゃん、もうこれで。あと微調整か。どう？あれ、これじゃないの？え、こういうことだよね。あ、なんだなんだなんだ。決定って押さないとダメなのか。よし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 。え、ちょっと待って。で、ここに行けると。隠し部屋だね。え、で、今どこ撮ってんの？地図見れないし、この状態だと。え、こんなとこで襲われたらマジ無理だよ。狭すぎてさ、てか暗すぎてさ、自分の状況がよくわかんないんだけど。あ、ここか。で、ちょっとしゃがんでこう。こうメタルギアソリッドチックに行こう。あの子はね、ん？ちょっと待って。どこ？いた。ちょっと。お前は。このお前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。ここに隠れながら行こう。死角になるように。あ、やばいやばいやばい。え、見つかってはないよね。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。待って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 。うん、あたしたちを受け入れろ。よし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 。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。あっち行け。てかさ、あいつなんであっちから来たの？これくるくる回ってればさ、とりあえず大丈夫。エブリンがそんな勝手をずっと許してくれるとでも思ってるのかい？よく見つかんないよな、これで。こいつと対角線上にいれば特に問題はない。あんたとのお遊びはもう終わりだよ。聞いてるかい？聞いてるかい？聞いてるのかい？聞いてるよ。いや、すげえな。
きなりくるって向いてきそうだからな、ほら。またこっちに来る。てかさ、これこのままだといけなくね？突っ走るか。一回地図見て、あっちだよね。え、どこに行った？よし、逃げろ。めっちゃ物音立ったけど大丈夫？え、どこ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 、とりあえず進め、とりあえず進め。そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。逃げろ。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。いや、逃げる逃げる。え、これ何、これ何かの部品。え、待って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 、積んだ積んだ、これいけないいけない、こっちいけない。え、待て待て、地図全然わからん。え、ちょっと待って、いや戻りたくない、無理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 。ここ開けよう。なんで閉まったの、意味がわからん。何この嫌がらせ。え、これだっていけねえよ絶対。ってこれ暗すぎでしょ、だって俺今どこにいんの。いや無理だよ。ちょ待って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 、真っ暗すぎる真っ暗すぎる。いや真っ暗すぎだよ。あ、段ボールとかなんかある。写真、何かの部品。え、え、あれあれ、あどこへ行くつもりだい。おお、ケラ、ここでビデオテープを。てかなんでビデオテープがさ、あそこに置いてあったの。隠れ上手って別に上手ではないだろ。長いな、ローディングが長いってことか。右下のロードマークがついてるね。これね、結構ねロードがね長い場面あるんだよね。特にね、そう、一回やめてじゃあやろっかってなった時にセーブデータをロードするじゃないですか。その時のねロードがめちゃくちゃ長いんですよね。うん、おお、びっくりした。またもうこのさ携帯側のバイブがさ毎回毎回ビビるんだよ。でこれあの下に線が巻き取られてるじゃないですか。あれがね巻き取られるとロードが終わるっていう感じなんですけど長すぎでしょ。え、でとりあえずこのビデオテープは何だったの。まあミアを助けようっていうことか。ロードに何分かかってんだこれマジで。これだって特に何もボタン受け付けないからね。この間E さんは何をしているんだ。ボケーっとこの画面をさ見つめてんのかな。俺はこれからどうすればいいんだ。とりあえず俺の当面の敵はおっさんで。おー、びっくりした。ミア、どうなってるんだ。ミアの敵はマーガレットだね。おっさんの名前とか覚えてねえし。であとはまたここら辺を探索していくか。娯楽室はもう大体多分ね見つけたと思うんだよね。予報の嵐、これも見たでしょ。ここら辺もやって、でここも見て、あれこっちは、あれ外の寝室って行けるんだっけ。行け、ん、あ、行けない、行けないんか。行けないから、あれ逆側から出れる。あ、ここか、ここが扉になってんのか。え、マジかよー。ちょっと待って、行くか。ん、なんかびっくりした。狭いなここは。でこっちなんだ、通じてる。この箱は何、壊せる、あ、壊せる、よっしゃ。
ハンドガンの弾ゲットっていうかさ、壊し方が雑だよね。もっとさ、静かに壊せよ。え、何これ、アイテムを使用する鍵か。ビデオテープとかここでは使えないって、鍵だよねこれ多分。レリーフとか関係ないしな。ガンパウダーとかちょっと置いときてえな。そうするとビデオテープだってもういらないよ。一回アイテム整理に戻るか。これこっから来たんだよな。もう常にねチェックしていかないとね。え、ここ、あ、そっか、でここに出てくんのか。あとはじゃあちょっとこうまたさ、こっちから出るとさ、いる？いる？いる？いるね。こっち側も調べてみよう。あ、いけないのか。アイテムをねちょっとね整理したいんだよね。セーブポイントまでちょっと戻るか。ダッシュで戻ろう。これ以上だってアイテム取れないし、何にも出てこないことを祈って。ビデオテープはもう確実にいらないっしょ、だって。ほら、とりあえず妖刀村正を振り回しながら行こう。あ、俺に近づくんじゃねえ、近づくな、近づくとやるぞ。え、どこだっけここか。あー、よかったよかった。アイテムボックス、アイテムボックスどこだっけ。あ、ここだ、ここ。ちょっと整理しよう。まずはビデオテープもういらないっしょ、見たから。これ何、牽制のコイン。レリーフは、あ、そうか、レリーフはめれば1個開くでしょ。アンティークコインって何、まあ、預けとこ、とりあえず。数があるってことはどっかで使うってことだな。で、ガンパウダー、ガンパウダーも置いとくか。で、ショットガンの弾置いちゃう。でも8個、あれどっかで手に入れたっけ。ハンドガンの弾、回復薬は絶対いる。レリーフは使えば開く。だからこんなもんでいいか。よし、じゃあセーブしよう。ちょっと怖いから今回はここまでにしますか。いやー、もうね、一回一回インターバル取らないと先進めないんですよ。まあ、キリがいいんで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。